この番組では破門を経験しつつもなお現役である三遊亭原翔と吉原馬着の型破りな2人が、これからの人生は失敗しないよう建設的で前向きとなれるようなおしゃべりをいたします。三遊亭原翔です。吉原馬着です。あの落語っていうのを初めて聞いた時に僕はまあ退屈しましたね。なるほど。退屈して退屈してこんなもん何がおもろいねんと思って、そっからもう何年も落語なんか聞いてないっていう状態ですよね。なるほど、なるほど。僕中学2年ぐらいの時に、うん、友達の金次っていうのが僕の家に来て、あの、お前こないだ、日曜日に何してたみたいなこと聞かれたから。そんな喋り方なんですか？こんなすいません、ごめんなさい、こんな喋り方です。あ、そうですか。はい。何してたんか聞かれたから、いやちょっとダウンタウンの番組見てたんやって言った。いや俺はその時間落語聞いてたんやって言って、落語ってなんやねんって言ったら、いやちょっと こんなんやってて聞かせてくれたんですよ、僕に。なんか覚えたてのやつをね。はい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 。で、ジュゲームとかなんか始まって、それをやりだしたりして、で、すごい全部覚えてるかも、びっくりして、なんかね。あ、じゃあ、友達の生の落語だったんですね。そうです。だから初めて聞いたのは友達の口から聞いたんですよ。すご。だけど、そのジュゲームが実際その内容が合ってたかどうかも分からへんけど。はいはいはい。でそれで聞いて、ま、金次がどうや おもろいやるって言うたんですけど、まあ、全く面白くなかったんで。すごい、ジュゲームをフルでやってました。10分ぐらいやってたんかな、やったけど、全く面白くなくて、もう早いつ終わるんやろこれとか思ってたんやけど。兄さんと落語との接触失敗してますね。そうですね、落語がつまらんのじゃないね、金次がつまらんねん、これ。そうですね。もう金次がつまらんのに、俺はなぜか落語がつまらんってもうそこでも思ってるからね。おー、うん、なるほど。そう、何らかの形でまず落語が面白いと感じないと楽しめないんですよ。うん、で、最初に聞いたのが面白かったんやってことは、うん、その後聞くやつもつまらなくても面白いっていうことも分かってるから、落語がおもろいこと分かってるから聞けるんやな。なるほど。そうかもしれないです。この人は、さっきの人よりはあんまり良くないなとか、そういう比較ができるからええねんけど。はいはいはい。で、それはやっぱり最初に面白いと、インプットされたからやけど、俺の場合もインプットされてないから、だから、ED とかその後、まあ、聞いても全部ダメやし、で、すごいことに、高校3年かぐらいかな、うちの母親がね、なんか会社でね、無料のなんか招待券もらってきて、で、見に行ったんです、一緒に。うん、それが、桂枝雀独演会やね。いいなぁ。うん。桂枝雀独演会行ったんですけど、うん、まあ、むちゃくちゃもう爆笑なんや、客席はね。そうですね。ほんで、パッて見たら俺の後ろに、うん、中学の時のめっちゃ怖い先生がいたんや。おぉ。うわぁ、矢吹先生言うねんけど、めっちゃ怖い先生がいて、ほんで、矢吹先生やと、もうめっちゃびっくりして、うん、もう落語に集中できひんねん、もうだから俺も、もう矢吹先生がいるから。で、矢吹先生にも怒られると思ってんねん。笑ったらね。もう笑ったら何笑ってるんだよ、みたいな。何が面白いんだ、みたいな。襟グイッと掴まれて。こうやられても。全然その、枝雀師匠の落語に集中できない。あ、うん。ほんならね、途中からね、矢吹がね、もう矢吹って呼び捨てしてもらった今。矢吹先生が、もうゲラゲラ笑い出して。おお。ほんで、と思って、ちょっと矢吹まさかとちょっと見たら矢吹も、こんな顔で笑ってんねん。とにかく笑ってる姿を初めて見た。へぇー。ほんで、俺はもう、あ、なんかちょっと安心してんけど、その矢吹先生が笑ってて。でもね、結局最後まで、その、
紫雀師匠の落語がなんか全然楽しめなくて、でね、その時に僕はその段階で、まあ、なんで楽しめなかったかっていう理由は一個分かってんけど、はいはいはい、まさに先ほどから何回か、まあ、何回、あ、先ほどから、言ってる、そういう当時はテレビでしかほら僕芸人とか見てないでしょ。うんですね、はい。だからその演芸とかそういうライブとかでちゃんと見たことないから、こんな楽しみ方がよく分からへんっていう状態なんですよ。なるほど。しかも紫雀師匠の芸風がすごい明るい芸じゃないですか。でテンション高いでしょ、すごい。はい。でそれがこれ実はその当時って世の中の笑いの流れってその逆やったんや。つまりダウンタウンというものがも一番このもう前世紀の時やから、まあいわば引きの笑いですよ。引きの笑いで、シュールな笑い、分かりにくい笑い、自分でちょっと考えてみろと、この笑いが分かるかみたいな、なんかそういう提示されてるような、そういうものが、一番流行の真っ只中やったよ。なるほどなるほど、はいはいはい。だからそこへ来て、そこでその紫雀師匠のまあオーソドックスなんですよ、明るい楽しい落語っていうのが、全然こっちにこう入ってこないね、見ててもね。なるほどなるほど、うん、そうで結局これ紫雀師匠の落語っていうのはそっから 5,6 年経ってからかな、もっと後やな、 DVD で見たんやけど、爆笑しましたね僕は。時代の流れがあって自分が好きなもんじゃなかったんやろなっていうだけで、後に見たら爆笑したし、でこれねすごい不思議な現象がそこで起こったんですよ。おお、何でしょう。何かというと、その DVD 見て爆笑した時に昔見た紫雀師匠がこう頭にバッと蘇ったんやね。そしたらあの時面白くなかったのに、今紫雀師匠がおもろいという現在の時間と過去の時間がなんかねこうくっついて、ほう、過去のやつもおもろかった記憶に変わっていくねんな。へー、 あれおもろかったんやっていう、その俺がそのあの時そういう好みじゃないだけでね、あれがね、今の感性から見たらあの過去のあれは、要はあの過去のあれは今 DVD で見てる紫雀師匠と、まあ、同じですからね結局ね。だからあおもろかったんやってことで、その記憶とか感性みたいなのもなんか一気に塗り替えられて、そう、これでもうそこから、紫雀師匠を追っかけるように、DVD、CD とか聞いたんです。一発目こう誰を見るか聞くかで、その後の落語のに対するもう見方が 100% 変わってくるんですよ。なるほど。これね、なんか例えばですけど、はい、漫才とかコントを見て、なんかこの漫才コント面白くないなと思っても、漫才とかコント自体が面白くないとは思わないけど、落語って落語を聞いたときに、それがどんな落語であっても、それがつまらなければ、落語という芸全部がなんかつまらんみたいに感じてしまうというね。ああ、それはなんかわかるような気します。はい、そういうふうになんか思ってしまうんですよ。これは。まあ、それだけポピュラーなものではないんですよな。そうですね。そうですね。ないんですよなって言うてもないんですよね。これだからあれですよ。漢字もね、炎上っていうのはお金の円のね、1円2円の、まあ、今の字ですけども、はい、師匠の炎上は昔の円という字ですから、はい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 、これ師匠の円がこっちの昔の字だから、まあ炎上も昔の字だと思ってる人いるかもしれないですけど、もうこっちに統一されました、最後の方に。ああ、そうなんですね。はい、もう、本人がなんか言ってたよ、それ、もう これでええみたいな。ああ、そうですか。で、実はもう一個ね、誰にも気づかれてないのが、はい、炎上の上って、
点ついてたんや、この上の横に点が。え、ここに。だから辰吉丈一郎みたいなもんや。辰吉丈一郎の丈ってまた違うんですか。点ついてない辰吉丈一郎の丈って。この丈の丈の字って2つあるってことですか。2つあんねん。へえ。辰吉は丈は最初は普通の丈やってんけど、うん、なんか試合に、まあ、なんか負けたんか、なんか名前を変えたみたいなんで、で点つけたんちゃうかな。ああ、はい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 、あの犬みたいな感じで、はい、あの上の部分に点つけるやつあるんですね。うん、炎上賞も点つけるんですか。つけてたんや前は。あ、そうなんですか。そう、前はつけててんけど誰にも気づかれてないで。僕はずっとネタ帳書くときはあれですね、もう点つけてなかったですね。うん、つけてないし俺も知らんかったけど、うん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 、だからいつまでそれつけてたんかもわからんし、で昔のでも例えば出演者の欄とか見ても、うん、このこっちの上やし、あ、簡単なね。ああ、そうなんですね。多分その本当は点いるんちゃうかなと思うね。あ、なるほどね。本来はいるんやけど、もういつもう絶対間違えられるような多分な。だからもうめんどくさなってこっちにしたんちゃうかなっていう。あ、本来はでもついてたっていうのは師匠が証言されてたんですか。証言っていうかそのノートとかに炎上って書いてる時に点つけてたよ。へえ、そうなんだ。うん、へ、だから本来はついてんねんな。あすごい、もう見つけた君。お、何でしょう。俺これ一巻出た時に師匠に、師匠サインくださいよって言うてこれ。おう、ほんなら、お前俺のサインなんてどうすんだよって、売るんじゃ、どっかに売るのかとか言われて、いやいや売らないですよ、売らないですよ、師匠のサインが欲しいんですよって、サインここに書いてもうてん俺。おう、でそこね見たらね、はい、上の横にちっちゃく点ついてるわ。あー、なるほど、じゃあやっぱり当人はつけてたんですね。うん、つけてたんやこれ。へー、うん、ね、何この落語界のトリビア今生まれたみたいな、この、ね、うん、ちょっとした歴史の一部を垣間見たような感じです、ね。いや俺これサインもらっててよかったね。いや本当ですね。もう、いや言われるまで知らなかったです、そんな。いや、そう、知らないねんこれ。うん、だから僕は何も知らずにそのサイン見たら、あ、炎上賞漢字間違ってんなって。間違ってんのかなっていうね。間違ってねえよお前。親切に私修正液で消しちゃって、修正液で。その可能性もありますね。うん、なるほど、ちょっといい部分を切り取らせていただきました。はい、これはトリビアです。落語好きはちょっと嬉しいんじゃないですかこれ。なるほどね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録といいねお願いします。僕たちの落語会も見に来てくださいね。概要欄から最新情報をチェックしてね。次週は馬尺チャンネルでお届けします。